ございます。さあ、あの、今日は、これやります。君主は潜在能力であるっていうね。えー、日本人っていうのはね、小さい頃からいろんなことを、お稽古とやらせられますから。結構持ってます。潜在能力。あの、なんて言いますかね。外国ではね、あんまりお稽古とやらせないんですから。そんな持ってない、ないんですけどね。本当は人っていうのはいろんなことをできるんですよ。え、このやつ、この人こんなに絵が上手かったといよくあるでしょ ああいうことです。潜在能力っていうのね。で、君主っていうのはそういうのを持ってはいけない。あ、持ってなきゃいけないっていうことなんですけれども。え、一番最初はこういうふうに言ってます。し曰く。君主は器ならずって言ってます。で、これはね、孔子は。ここで、君主はって言ってますけど、どうもこれはね、あの、思考のことを言ってるらしいんですよ。どうも。これも何度も出てきますね。皆さん覚えてくださいね。思考というのは、あの、孔子の一番弟子。 と私が思っている、えー、他の人は眼界であるとかいろんな人言いますけど私はこの人が一番でしたと思います。でこの人は、えー、秀才です超秀才です。それからもう一つ重要なことはね今流行っているあの渋沢栄一っていうんでしょ「論語とそろばん」っていうのはね実はあれは思考のことがモデルになってるんですよ。思考がどのように詳細を発揮して お金を儲けたかっていうね。で、光氏っていうのはお金を儲けじゃいけないっつってんです本当は、うん。お金持ちになってはいけないって言ってます。でも思考がそれに反してお金持ちになっちゃったんでダメだと言ってませんよ。うーんって言ってます。頭はいいんですけども、まあどっかちょっと嫉妬してるところあるんかもしれないですね。あの光氏があちこち放浪しています。孔子は放浪の人生ですか。その時お金持ってなくて放浪するとおかしいでしょ。ね。 その時ほとんどこの思考君がお金は面倒見たんですそのぐらいあのお金持ちでした何やってもこの人はあの当たっちゃうんですあのどうして当たっちゃったかっていうのは私あの後で分析しますけどねあのやっぱお金持ちになりますよこれはで「えー、君主はあなたは」って言っていいですよこ、ね、れ器ではないこの器っていうのはね実はねあの一般論じゃないんです一般的なものではなくてこれは再起なんです あのえーえー、こっちにも出てきますけど後で言いますけどもお祭りに使う器です。でお祭りに使う器というのは他のものに転用しちゃいけないんです当たり前ですけどね仏壇か何かにこう置いてあるなんかね仏具は他のものに使えないでしょ使うべきじゃないですよね、えー、花瓶に入れたものは花瓶ですよあれで、まあ、水飲んでもいいですけども、あのー、使わないんです。で 燻しというのはね器ならずというのはそれしかできないものではいけないということです。だから再起しか立派ですよ立派ですこれ見た感じ立派ですでもそれしかできないものではいけない。あの簡単に言うとねその専門馬鹿ではいけないと言ってますからあ職人って意味じゃないですよちょっとこれあの言っておきますけどね間違えやすいんで職人さんって意味じゃないですそれしかできないような男ではいけないって言ってるんですじゃあいっぱいできなきゃいけないのか。 マルチじゃなきゃいけないのかそういうこともいけないんですこれ難しいんですけどもそこそこってことなんですねただここで強調したいのは一つしかできないようなやつじゃダメだって言ってるのなぜかっていうと論語っていうのはね、えー、結局あのー、集団をどのように動かしていくかっていうそのノウハウの本なんですよあ組織のあ運営の仕方ですね 究極のこれはロゴの目的の,あのことなんです。組織運営なんです。ということは上に立つ人を作ろうっていうのは上に立つんです。だから一つのことしかできない人はその部門でコンピューターだけ打ってればいいとかね電話応対だけしてればいいっていうのはダメでしょ。それもできなきゃダメですよ。だけどもいろんなことをやんなきゃいけない。だかから転勤とか いっぱいあるでしょ。いろんな作種を勉強しなさいっていうね。で、そういうことをしなければいけないんですけれども、ああ、それまず言ってます。器になっちゃいけないよって。周り全体が見られないよっていうね。そういうことです。いくら上手くてもダメです。それをだから能力のある人は一つのことをやらすとすごくできちゃうんですよ。そうするとね、それで俺は一生行くんだ。私はこれが一番いいわって思っちゃう方が多いんです。 思っちゃったらそれはそこまでの人です。やっぱりそこのとくにもう一歩跳ねてこの仕事もやってみたいわ、この仕事もやってみたいぞっていうふうに思わなきゃダメなんですね。あのそういうのできない人もいますよ。ね、あの有名な歌舞伎役者なんかは歌舞伎がものすごくうまいんです。だけどもタクシーの乗り方も知らなかったとかね、そういう人いるんですけども、それは職人です。でその職人っていうのは上に立たないからいいんです。上に立つためにはいろんなところできなきゃいけない。 でそれで終わりじゃなくて別,別なところでこれ言ってます。汝は器ないこの「汝」っていうのはねあの論語の中では「女」という字が13箇所ぐらい出てきます。で11箇所ぐらいは全部「汝」です。あなたって意味です。あなた。間違えないでくださいよ。あなたは器であるというね。えー、これ何かって言ったらね志考は実はこの前で聞いてるんですすに私はどんんななようなもんですかってて聞いてます。 いや、君は器だよって言ったの。矛盾しますよね、子はね。何の器ですかって聞いたんです。いわくコレンなりって言。コレンっていうのはね、祭器ですこれ。あの泡とかあ冷えとかを乗せるうまあ高付みたいなもんでしょうね。ああいうようなものをコレンって言うんです。あのコレンって難しい字だなっパッと見るでしょ。だけどよく見て、民話を見れば読めるでしょ。ことレンっていうしね。でこれ変化がついてるだけですこれ。 これ応辺って言わないでこれ玉辺って言うんです本当は玉辺の応っていうのはゼロ角っていうこれ難しいですけどね緩和時代勉強してる人はよく分かりますけども応変のなぜかっていうとこういう字もあるんですよこういう字もあるんです <laughs> これは傷のついた玉っていう意味ですまあこれ関係ないですけどもコレンっていうのはそういうものですお前は一番上質の器だって言ってるんです でその時は思考は喜ぶんですけども結局汎用性がないっっててことを言ってるんですよ他のことをあんまりできないなってねでやっぱりね上に立つ人はね何でもできなきゃいけないっていうあのうんとねき何でもできなきゃいけないけども上に立って何でもやっちゃうと困るでしょ職場の中で一番困るっていうのはね上の人はいいですよ。10人,人を使っていた 一番できる人いますよねその人頼っちゃいますよだ使い勝手がいいんですよ何でもできちゃいます営業もできる企画もできる接待もできるいいですねだけど一緒にいる同僚は困りますよやっぱりね同僚のこと職場環境のことを考えたら中にうんとできる,ができる人がいてその人が使われてばっかりいるとねなんだこいつはと思いますねえだから できない人に合わせると会社は潰れます潰れるんですけども一応組織の人員としているんですからそれなのに一人だけそのキー、うん、みたいにピャーっと出てる人がいちゃうと職場環境っていうのはね結構乱れますこれは。で、ね、そういう人っていうのはやっぱり上に行かななきゃダメなんですよねただその人はそれしかできないかってそうでもないわけなんです。 で結局あの上にいる人っていうのはねそういうことができて上に行った行った場合いろんなことができるんですけれどもーやらないわけですよねやってはいけないんですからやっちゃったら困るんです上に立つ人はやっちゃダメですで見てなきゃいけないですでその時にウェームの人どうして付き合うでしょうそしたらねこの人はあ英語もしゃべれるドイツ語もしゃべれるフランス語もしゃべれるっていうようなことが後になってわけ。 それからこんなところにも行ったんだこんな職業もやったことがあるっていうのは、えー、何かの弾みで分かったりしますねそうするとえって思いますよ。よく商社かなんかで言ってるとゴルフの上手な人がよく使われるっていうのはね学生の頃は遊んだんですよやっぱりねゴルフだけじゃなくてマージャンでもそうですからそういうのはやっぱりみんな潜在能力です字が上手これは一つの大きな宝ですよ。字が上手絵が上上手手絵 うん、書が上手あの書道を使わなきゃいけないことってありますからねそういう時に「さささささ」っていうふうに書いちゃうと「えっ?」って思うでしょやっぱり書道っていうのはねみっともないですよ下手だとある地位に行った人はね記号します「さささ」えこんな字が書けるんだと同時にこんな言葉まで知ってるんだってことが分かりますそれによってその人の価値っていうのはガクーンとわかりますこれ。っていうことはね そのこんなことができるっていう仕事上のこと以外に深さっていうのが分かってるんです。その君子っていうのはねこれででっていうのるんですあの外国に行ってよく外国の企業の人たちの話を聞くんですけども信頼されるっていうのは結局約束を守ったりねそういうこともあるんですけどもこれだって言いますね。潜在能力の高さによって信頼されるっていうね。 ただだの頭がいいいけじゃないんですよねそれはやっぱりあのお互いの,その相手の国のことをよく知っていたりね地位まで知っていたり民族まで習慣まで知っていたっていうとえ日本人なんてそう思いますよね外国人がそういうことを知っていると。でこれやっぱりあのこの潜在能力の多さっていうのは日本ではねすごく大きいいでですで外国は、ね、どっちかかとう専門しかできないやつが多いです。 日本人の大学生は大学に行って何も勉強してないって言うじゃないですかね4年間遊んでるって今コロナでそんなに遊べないですけどそうするとね専門のことをやってないって言われちゃうんですよそうじゃなくてその中の遊びの中で人との付き合いの中でこれが磨かれてくるんです大学ではね小さい頃はお稽古事で磨かれてきます 結局ねやってることに対して無無駄駄ははなないいんですよ全然無駄はないですすよ全然最後の一言言ってきますと「君主は器なりあ器ならず」とかね「汝は器なり」って言うでしょ。これ「火を使いますね。人のことを言うときによく「火を使います。「お前あれあ,れあれだ」ってね「犬」みたいなやつだと思って「んだよ犬かよ」なんて言うでしょ。「比喩」を使うっていうのは中国の,あの人たちの特徴ですこれ。 中国人とお付き合いする時は必ずそれがあります。ただその時に比喩っていうのはね裏がありますからね裏があります。お前コンピューターみたいなやつだなだたら正確早いっていうのは一番最初に出てきますけど冷たいっていうのはありますよ。あのそれやっぱりあっちの人とは読んだ方がいいですね。昔の人はねあのそんなことなくて表面的なことだけで済んでたんです。これ表面的なことですよこれは。 日本だって、えー、鬼みたいなやつだ怖いだけですよねそれで住んでたんですよ、うん、歩く辞書のようなものな物知りである今そんなこと言ったら大変ですよ今そういうこと言ったらば裏の意味が出てきてるいですねちょっとこれ難しいやり方なんでまあそういうことは別としてこの君主は潜在能力であるっていうことを今回はあの頭に入れていきましょうはい終わります 바르 빠루 빠와 롱고